おいっす、どうも皆さん、こんにちは、お疲れ様です。果て心です。ということで、今回のカスタムは、ピースキーパーマーク2にイエローサイト拡張マシンとクリプト大口径とランチャートパークの方は、ゴーストと早技とテクティカルマスクのカスタムでやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。さあ、行きましょう。まあね、今回のこのマップ、ミクロなんですけど、このマップで動画撮るのかなり久しぶりですよね。多分1回前に撮ったんが、去年の夏か秋頃に本町とのコラボ動画で撮ったっきり撮ってないんちゃうかなと思うんですけども、どうでしょうか。さあ、開幕、ドーナツポジション、強ポジション撮っていきましょう。どうでしょうか。敵来るよね、分かってんぜ。さあ、1人来ました。おお、味方ダブルキルしていく。ぶち抜いて、いいね。さあさあさあ、味方が正面見てくれて、後ろちょっとガラ空きなんで、右後ろ警戒いきましょう。さあ、こっち後ろ来てますよね。ぶち抜いていく。レベルが17にアップ、いいね。もう少しでね、ピースキーパーマーク2の武器レベルがマックスになるということで、青チューブどうしようかな。ナイスカッティング、いいね。さあ、大丈夫か。バランスいいね。左も行ってくれて、右も味方行ってくれてる、正面見てるだけ。さあ、しっかりとアップね。スナイピングされそうになってしまったか。青チューブどうしようか。ちょっとカバーが遅れてしまったか。どうだ、大丈夫か。正面は見てくれてるから、ちょっと一回後ろ行こうか。後ろ多分来そう。おっと、今痛いような気がしたけど、どうでしょうか。来てるよね。ぶち抜いていく。危ねえ。さあ、体力の回復を待ちつつ、大丈夫か。ビーチへ乗られてるぞ。ビーチで味方に任せつつ、 EMP グレナーデを食らっていきつつ、どうですか。さあ、もう一人ぐらい裏取り来そうだが、どうでしょうかね。まあ大丈夫か。さすがにちょっと B のカバー行ってあげましょう。抜かれてるのはやっぱ正面は、ちょっとこれドーナツポジションでしっかりと後ろから来そうでございますけども、ぶち抜いていく。さあ、セントリーもうこまくても、あとちょっとでございます。出てしまった。置いていく。後ろ大丈夫か。後ろめっちゃ怖いんだけど、大丈夫かな。ちなみにね、ここのコーヒーカップね、乗ることできるんですよ。入ることもできるということで、気持ちいいっすな。ははは。ローディングかまして、おっと右返し来てるね。味方が一人いてくれてから任せましょう。さあ、そろそろ B 取りたいので、仕掛けに行きますか。さあ、ちょっくら頭らしい、ぶち抜いていく。大口径の強みが出ていく。かましていく。伸びしろですね。さあ、しっかりと B 取って、一回引こう一回引こう。あ、これ待って、これエルストライクヘルストームループできるな。ぶんねー、エルストライク展開していきましょう。まずは落としていって、さあ、このエルストライクがいったと同時に、エルストライク何キルできるか。2キルヘルストームかましていく。はあ、ぷー、言う忘れとったわ。言う忘れとったわ。普通にさ、エルストライクを一発落としていって、このエルストライクで多分倒すことを1キルしてきたら、また繋がるので、しっかりと、うわー、行くねー、やばいね、かましていく。これすごい、19キル0です。素晴らしいスコア。さあ、敵がどっから来るかだな。青チューブの方来そうですけども、味方が行ってくれてるね。味方が一人やられてしまったということは、裏から来そうなんですけども、どうでしょうか。さあ、来ますかね。来ましたねー。ぶち抜いていく。さあ、ちょっと弾がないから、この人の KN44 か、いい武器お持ち。さあさあさあ、こっちの左サイド押さえていこうかな。味方が奥詰めてるね、一人。さあ、どうしようかな。まあ、あんま行かなくてもいいとは思うんですけど、セントリーガンが壊されちゃった。奥から一人来てるから、一枚ぶち抜いていく。いいっすね。さあ、もうこれ以上前に進むと危険なので、連続キルをつなげたいですよね。だが、しかし、ロングきついぞ、これは。おい、打ち抜いていく。いい M だな。さあ、とりあえず、サイスが溜まったんで、23キル0です。素晴らしいスコア。このまま、この流れで30キル0ですとかましていきたいところでありますが、後ろいるね、2人ほど。さあ、とりあえずセントリーがマーク2をさっきのポジションに復活させていきの、いいっすね。ちょっと、こんなところに、なんかね、引き気味のプレイやったら面白くないと思うんで、ちょっと突っていきましょうか。青チューブの方来てんだ、これ多分。大丈夫でしょうか。来てるよ、しっかりと、ぶち抜いて。奥大丈夫か。さすがにちょっとケルベロスも暴れてくれてるから、詰めていこうか。ここ勝負よ。いないか。ということは、多分敵がこっちの奥にいますよね。ぶち抜いていく。もうリスポン変えるか。さあ、シルバースリーク。いいね、15円ずつ切れ。待って、これ来てる。危ない危ない危ない。一回引こう、一回引こう。一回スピードに引いていく。嘘、マジって。マジか。引っかかっちゃったな。もったいないことしたな。さあ、セントリーガンポジ大丈夫か。抜いていく。いいっすね。いや、ちょっともったいないことしたな。せめて、ゴールド。え？ちょっと待って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 。え、ちょっと待って。嘘だろ？嘘やろ？はい、どうも皆さん、こんにちは、ナエシンです。ということで、気を取り直してフリーホール続きやっていこうと思うんで、よろしくお願いします。一回ね、録画も失敗しちゃって、試合始まっちゃってるんですけども、ここから挽回していこうと思うんで、よろしくお願いします。まあね、試合まだ始まって30秒くらいしか経ってないから、挽回できると思うんですけど、めっちゃおるな、これ。一番さばいていて、奥はやってくれたか。ほんでね、まあ今回、メトロのフリーホールということで、メトロのリスポーンはここだよな。ぶち抜いていく、もう一人いますから。あ、待って、あいつはまずい。新武器だな、あれ。新武器の釘打ちマシンがおると、しっかりと、さばいて、行きたいところでありますが、抜かれていく。あの武器めちゃくちゃ欲しいんですよね。なんか黄緑色のフォルムのやつですよね。生放送中にもなんか敵さんに使ってる人がいて、あの武器を。拾ってね、あの武器使ってみたんですけど、あれ結構強くないですか。あれ本当に当てたいと思ってるんですけど、音が結構なんか面白いですよね。いますね。二人いるぞ。一応ぶち抜いて。もう一人敵は、敵がやったか。なるほど、なるほど。
さ、敵が湧いている、ぶち抜いていく、3点差か、いいぞ、このままぐんぐん縮めていこう、こっちから湧いてくるの分かってるぜ、ぶち抜いて、さあどうだ、リッパーも溜まってるから後ろが来てる分かって、しっかりとリッピーかましていく、いいっすね、リッピーキル、さあこの流れでしっかり敵を引きつけていく、いいね、あいつスナイパーライフルか、さあスナイパーライフルは待ってくれ、きついこれ、待って待って、リッパー振り回したが腕短すぎる角度全然違うしさあ UAV の赤点の反応からして敵がここにいますね、撃ってしまった、さあどこに行こうというのかね、ははは、待ちたまへ、さあ来てるぞ、しっかりと弾幕食らいやがれ、もう一人来てますね、来て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 、勘弁願う勘弁願う、さあどっから来る、かかってこい、どっからでも来いよ、ぶち抜いて、おっとそっちか来てか、同点じゃないか、はははは、早くも並んだぞ、長谷の神、ここからブーストでいくぞ、さあどん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 キル稼いでいかしてもらっていいですか、いますね、ロング、ぶち抜いていく、これぞウィービルの強み、清み、強み、もう一人いますね、ぶち抜いていく、いいね、リコイル制御かなり様になってきてるよ、ウィービルの扱いが上手くなってきてる、昔よりだいぶ、さあさあさあどうでしょうか、後ろにいますね、しっかりとこうリッパーリッパーかましていく、さあ落ち着いて、まだ負けてるからね、地味にぶち抜いていく、さあ全然油断ならないぞ、これ普通に負けてしまいそうなので、結構ガチめにやらないとやばそうなんですけども、お前誰やねん、手前から来よったの、いい戦いじゃないか、 GG ですね、激アツフリーフォール、こういうの待ってた、まずい、これ来てる、うわくそ、あの武器めっちゃ欲しいあの武器の音が最高なんだよな、パラパラパラってなんかパラパラパラってなんかバカにしてるみたいになってるけど、全然バカにはしてない、むしろ欲しいでございます、さああの敵の武器を拾っていきたいところでありますが、まあそんな余裕はないな、今回普通にこのウィーヴィルのガチ装備で一応もぎたぎりに行かないとダメということで、ぶち抜いて赤手の反応がありますね、さあこっちから回っていきましょう、来るよね、分かって、えらぶち抜いていく、ローだったね敵が、さあロング、ここのロング制していこうと思うか、うおー抜いていく、危ない、ギリギリ言葉が詰まっていく、さあ赤手の反応確認だ、来ると気をつける、後ろから回ってんね、さあしっかりとこの敵を引きつけていく、いいですね、しっかりとこいつをリッパーかましていく、流れに乗ってこっちから来てる敵を、さあ角にいますね、ぶち抜かしていただく、さあセントリーがもうマークスが出たんで、しっかりとこの車の上に置きたかったが下に置いてしまった、まあいいっしょ、さあさあ敵が右サイドに赤点の反応が2つあるから、しっかりと奥もぶち抜かしていただいて敵の武器をいただく、さあこの武器、おいい武器だな、これ管のダイヤモンドエロストライクを奥に落としていく、ちょっと待って、もうなんだかんだくそー、連続キルつながっちゃってるから、ここでしっかりとつなげていきたいところでありますな、さあラストあと3キル死なずにいきたいところでありますが、ここは慎重に慎重にいきましょう、さあ店内出入して敵がおるからぶち抜かしていただいて、さあこの流れで一回ここで右に切り開いて敵をケツから引きつけていく作戦出るが、ぶち抜いていく、いいっすね、さあこの流れで指出して赤点の反応ラスト確認でござる、さあどういきましょうか、来てますよね、一人いましたね、さあしっかりとラスト1キル丁寧にさばいていこうはい、ということで今回のこの実況どうでしたでしょうか、なかなかねハプニングもありまして、サーバー落ちとかのハプニングもありまして、なかなか、楽しんでいただけたんじゃないかなと思います、ラストファイナルキルカム、丁寧なこのいやましく輝くダイヤモンドクーダで打ち抜いていこうつうことで、今回のこの動画楽しんでいただけたらぜひね高評価チャンネル登録そして応援コメント、ガンガンよろしくお願いいたします、それでは皆さん失礼します、 See you。もう今日の実況はもう番外編の詰め合わせ動画だ、もう行こう、でね今から何をするかというと、さっきのフリーフォールの時に使っていたリッパーの顔面の歌舞伎があるんですけど、今多分画面には出てると思うんですけど、この顔面をのエンブレムを3分で今から作ろうと思うよろしくお願いします、さあ行きましょう、まず顔の土台から作りたい、顔の丸型やんな、丸型結構ガチめに作ろうと思う、あこれとか使えんじゃん、これとかちょっと縦に潰していい顔だな、あいいんじゃない、これなかなかありじゃない、これで、なんかデコになんかあるな。とりあえず一回あれか。顔面、塗りつぶすか。真っ白く塗りつぶそう。3分だからな。3分、だいたい3分に行こう。だいたい3分で。結構塗りつぶして。オッケー、だいたいこんな感じで。オッケーオッケー、いい感じ。で、デコに丸があるんか。これ、あえてこれ使うか。いい色してる。いい色。青色？青色やな。いいね、いいね。悪くない悪くない。オリジナリティ出てるね。この時点でだいぶ。こういう感じ、こういう感じね。ええな、ええな。オッケー、ここで、だいたいこんな感じやな。置いて、眉毛むずいな。眉毛の角度やばい。これで作るか。いけそうじゃない？ちょっと、これで、うまいことさ、待てよ。どうなってんねん、あれ。こういう感じか？あり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 。来てる来てる来てる。この辺は、いつもサムネイル作ってるから、だいぶなんか、左右のバランス的には、わかるはずよ、俺。こう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 ！あり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 。ぽい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 ここだけで若干歌舞伎やねんけど。こんな感じやな。待って。今1分経過やんな。
早くして、間に合えへん。あ、メンタマ、メンタマこれじゃない。メンタマどうしよう、メンタマどうしよう。結構時間がないから、メンタマこれでいいか。もうバンスコレ、メンタマバンスコレ行こう。あ、ちょっと待って、まずこれじゃないな。これパクるか。これパクって、でっかくして、こんな感じ。あ、ちょっと待って待って。こう、時間がないぞ。焦れ、俺。オッケー。なんかなんでこんだけし、目めっちゃ離れて、目めっちゃ離れてもうた。メンタマめっちゃ離れてもうた。メンタマこれでいいや。せめて目だけ入れさせてくれ、がっつりと。変な顔なってる。やばいやばいやばい、メンタマちっちゃすぎ。やばい、これは。すげえ変な眠れになっちゃってるから。だいたいこんな感じで、こうやって入れて、え、角度的に、この辺でいいか。で、黒丸黒丸。メンタマどうしよう。メンタマこれでいいかも。さっきのやつ使うか。これ対応しよう。もうこれ対応しよう。今2分経過？あと1分しかないよ。やばいやばい。色変えていこう。あと口行きたい、口行きたい。口は行きたい、マジで。何やるかよ、これ。メンタマここ。なんかわけわかんなくなっていけど。ぽい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 。口口口口。への字への字。赤色赤色。おしお、いけるいけるいける。歌舞伎歌舞伎歌舞伎。若干歌舞伎ってる。これなんか顎のところにあるな。あ、逆さ、なんかこんな感じこんな感じ。なんかはみ出てるけど。え、ちょっと待って待って。あ、落ち着け落ち着け。キャプチャーザフラッグしてるかも。わけわからなくなってくるから。キャプチャーザフラッグの旗を、だいたいこの色で、いっちゃん、お、左翼に持ってくる。目ん玉の後ろだから、まあこの辺か、この辺に持ってきて。ぽい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 。なんかぽいよ。できました！